また来たな。私の可愛いキツネが12、13で、お前で14だ。ふふふふふ、私が食った鱗滝の弟子の数だ。くくくくくく、あいつの弟子はみんな殺してやるって決めているんだ。その面、目印なんだよ、その狐の面がな。鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。あいつがつけていた天狗の面と同じ彫り方。役所の面と言ったか。それをつけているせいでみんな食われた。みんな私の腹の中だ。鱗滝が殺したようなもんだ。高評価とても励み。チャンネル登録をしておくと彼たちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。おすすめ動画はこちら。新しい動画はこちら。今日の動画はさ、すごくマニアックだったよね。うん、鬼滅の刃の第4話からのカバーだよね。これ知ってる人がいたらさ、ぜひコメントでリアクション欲しいよ。うん、そんな人いるかしら。